前たち、ずいぶんとにぎやかに来たもんだな。俺のいるこの場所は裏の世界だ。観光をするようなノリで来るんじゃない。あいにくこの町でお前が商売できているのは私が黙認しているからだ。これから先も続ける気なら身の程をわきまえるんだな。コミジュルの女王か。なるほど、わかった。あんたがいるんじゃ何にも言えんな。とはいえ一人俺の知らん奴がいる。誰なんだそいつは。こちらは私の客人だ。紹介は以上だよ。それでも不足があるのなら言ってみろ。孫妃の客人だが、どこかで見たことがあるような。孫妃、こいつの名前は何だっけ。ああ、こちらはチャウカーロンだよ。チャウカーロン、チャウカーロン。人の名前を聞いておいてそっちは名乗らないのか。どうも気に入らんな。フェアじゃない。この人は鈴木太一さんっていうの。これでいいでしょ、チャウさん。どうかな。日本人の名字で一番多いのが佐藤だ。その次に多いのが鈴木だという。それがどうしたっていうの。いい加減につけた偽名といったところか。英語で言う準ドゥみたいなものだろう。仮にこの人が偽名だとして何の問題がある。鈴木さんの身元はこの私が保証してるんだ。そろそろくだらんおしゃべりはやめて武器屋として商売を始めたらどうだ。いや、そうはいかない。なんだと。おい、お前もっとよく顔を見せろ。いや、いいんだ、帰らせてもらう。もうお買い物する気がうせたよ。なんだと。待て、おい、待つんだ。わかったぞ、お前の正体が。昔と雰囲気が変わったな。気づかなかった。お互いに年を取ったということか。あんたが何の話をしてるのかさっぱりわからねえな。そうか。だがお前が誰だろうとこのまま返すわけにはいかない。最初に言ったはずだぞ、ここは裏の世界だとな。チャウカーロン、お前自分が何をしているか分かっているのか。この私を敵に回そうというんじゃないだろうな。いや、孫妃、あんたの方こそ裏社会の掟に背こうとしているんだぞ。素性のわからん相手を不用意に連れてきた挙句、一方的に取引中止だと。そんな真似をあんたが許すというのなら、異人町の裏社会はもうコミジュルを信用しない。なるほど、だったらどうする。腕試しと行こうじゃないか。俺はいつもそうやって新しい客を品定めしているんだ。直接手合わせすれば、その男の正体も確かめられるだろうしな。
俺があんたに勝ったら客として扱ってくれるんだな。それでも小うるせえ詮索もなしってわけだ。ふん、そうだな、いいだろう。いいのかい鈴木さん。俺は昔から商談ってのが苦手だったんだ。その代わり拳で語ってきた。いくら言葉を尽くしても伝わらねえ相手には結局こいつに限る。実に面白い。同感だ。蹴りをつけよう。いつでも行けるよ。調子がいいぞ私。楽しませてやる。よく吠える。気がたぎる。仕留める。はっ、触れろ。さっさと来い。調子出てきたぞ。どうしよっかな。見せてあげる。逃げちゃう。やりますか。どこ見てんの。おじけづいたか。相手してやる。しのげるかな。力の差を見せてやる。協力しやすい。手加減はなしだ。楽しませてやる。よく吠えるね。気がたぎる。寝てるわ。血を止めないと。調子出ないな。もうギブアップ。容赦しない。さらに調子出てきたぞ。終わらせる。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。くそ。俺の勝ちだな、チャウカール。しらじらしいことを。お前は俺の本当の名前を知っているんだろう。本当の名前。ああそうだ。何年も前に俺はこいつと死闘を繰り広げた。俺の本当の名前はラウ。お前の名前はチャウカール。他の名前で呼ぶつもりはねえぞ。お前の商売人ならそれで十分なはずだ。何？そして俺の名は鈴木太一。もうそこから先の詮索はよしてもらう。勝負に勝ったらお前は俺を客と認めると言った。裏社会の口約束は重い。
特にコミジュルの女王がその場に立ち会った時にはな。ふん、ああその通りだ。異論はないね、チャウ・カーロン。貴様、何の真似だ。大した強さだったぜ、チャウ・カーロン。だからあんたの扱う武器なら期待できそうだな。当たり前だ。この俺は伝説の裏武器屋なのだから。ふう、一時はどうなるかと思ったけど、これでやっと普通に買い物できるのね。ああ、うちで買い揃えた武器だったらお前たちはどこまでも強くなれる。そうだな。きっとあの堂島の竜を殺すことだってできるぞ。そうか、つまらねえ売り文句だ。まったく、もう余計な口を叩くな。お前は笑ってくれ。はい、悲しい変顔で。